こに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。超楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふだかんのは多少に満ち引きあり、船の進みが固くなり、泥に足を取られる。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちがカスを数える時と一緒じゃん。その説もう流行ってないよ。念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは正確で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね、普賢様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？普賢が休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一諾千金、たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ同点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、長楽天の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。分かったよ、信じるから。哼，灵感，这个嘛。